学校を休んでの家族旅行をするのはありかなしかの議論で賛否が分かれたことに対するにちゃんみんの反応。今、SNSX、旧Twitter 上で、家族旅行を理由に子供に学校を欠席させるのはありなのか、なしなのか論争が巻き起こっています。全国では GW の中日を休みにしたり、ラーケーションという制度を導入したりして、平日に家族と過ごす中で学びを深めてもらおうとする自治体も徐々に増えてきています。この旅行で学校を休んでいいか問題、教育現場の見解は、なんで家族旅行で学校を休ませることに怒ってる人いるんだろ？今月27日、X に投稿され話題となっている投稿。それは、家族旅行で学校を休ませることに対して、怒っている人がいるのはなぜか、誰かに迷惑をかけているのかというもの。これをめぐってユーザーの間では、賛否両論飛び交っています。全く問題ない土日祝日休めない仕事の家庭もあると理解を示す人もいれば、学業がおろそかになる教員や周囲の子供に迷惑がかかるのではと否定的な意見も。続きはこちらです。一学業がおそろかに。そう思うなら休まなきゃいいだけではクラスメイトの心配してるなら迷惑だよほっとけ。一親が世間の暗黙の了解を積極的に無視するのを子供に見せること、社会の枠組みから外れて親のやりたい放題に子供を振り回すことが当たり前になるのはおかしい。これ毒親や宗教二世問題とも被ってる性質の話だからな。22世間の暗黙の了解ってなんだ？22や共働きだからだろう。互いが土日祝休みじゃなきゃ、二人の有給休暇を合わせるのが難しいんだよ。世の中が変わってるということだ。なんせ日本にはでっかい赤ちゃんの老人がたくさんいるから現役世代は大変だわな。22こういうことを繰り返してると子供の中に間違った常識、間違った権利が出来上がっちゃうからまずいよな。一度でもいい話だぞ。どちらも個人の自由権利の行使である。無許可でない限り旅行に行くことで得られるメリットデメリットは第三者に全く関係ない。この記事で気になる点は3つ。一つは学校を休む学生本人の意思が最も尊重されなくてはならないこと。二つ目はラーケーションが取れること取れないこの公平性を問題視している点の2つ。1、本来の学校の役割は学生に学習する機会、時間や場所を提供すること。ラーケーションもその一つだ。1、そんな人たちが教育無償化言ってるんだとしたら税金の使い道考え直した方がいいよな。需要なんて携帯だからこんな話になる。今だとその日の需要はその日でないと聞けない、何度も言われてると思うけど、学校の需要なんて対面でやらなきゃならないものじゃないんよね。そこから改めろとよく言われる社会に出るための団体行動の勉強だのは一流やつは完全否定してんだよな。必要ないってことなんよ。学校はそんなのを学ぶための場所じゃない。一あり。すまん、学校休ませて娘と性の勉強しとる。にお前の娘アマガエルじゃぬ。学校で教わることなんてないだろ。家族との思い出作りは大事でしょ。4じゃ義務教育いらんな。65親は教育をする義務があるが学校に行かせる義務があるわけじゃないだろ。いじめで登校拒否してもいいんだよ。子育てをもっと理解しろよ。67いじめと家族旅行を一緒にすんな。65親も行政も子供から教育を受ける機会を奪ってはならない。子供に無理やり押し付ける義務教育ならいらないってことな。89旅行こそ親のエゴやん。学校休みまくっても要領いいやつが勝つんだよ。俺みたいに休まずに学校行っても要領悪いと底辺よ。そもそも他人のことに口出し無用だよ。日本人って他人に意見したがるよな。見聞を広めるために家族旅行に行くのは勉学だろ。小学校休んで親と映画を見に行ったら同級生が2組同じことをしていて映画館前で遭遇したよ。なしです。真面目が損をするようにできてんだよ。旅行する方がよっぽど社会勉強になる。あり。大体学業って何なんだよ。具体的に説明しろや。ふん、教育委員会。俺の住んでる県主席停止扱いで子供たち3日は平日休めるは楽に何がダメなん。団体行動、不調は温分くらいだ。学校は休み多いんだから親が合わせろよ。何でも横文字で表現するな。わかりにくいだろ。家族休暇でいいじゃん。18、そんな日本語知らん勝手に作るなよ外人。俺、土日が忙しくて仕事なの。土日休みの人たちの要望を受けて、この土日が特に忙しいの。うちのクラスの生徒がこんな感じで学校休んでたからドン引きしたわ。アメリカの親は直接先生に電話して旅行行くから子供休ませるって言うし、先生も楽しんできてくださいみたいなこと言ってくれるよね。日本人は余裕が全くない。25、日本は未だに自由主義でなく全体主義が幅を利かしてる。だから社会に出ても個性を発揮できず埋没するだけで全く進化できてない。夏休み長すぎるから減らして平日休み増やしてほしいわ。こまない日に観光地と病院行きたい。26、それな家庭の都合に合わせられる休みが必要なのよ。一斉休みなんて親の負担が増える割に無駄な時間まで増えるから非効率でしかないから減らした方が良い。そもそも日本は大人が有給取れないからな。27、それに親と子供の関係でいられる期間は人生の2割程度に限られるんだから、親子関係に与えられた時間は有効に使うのが正しい選択なんだよな。単に遊びに行くだけだから見識広がるわけではないよ。28、夏休みの話だからスレの趣旨と外れるが、田舎の清流で川遊びするとき父親に言われたことを今でも覚えてる。もし友達が溺れても助けるな、抱きつかれてお前も溺れる、まず大人を呼べと教わった。子供の頃はなんて薄情なと思ったが、今では最も正しい行動だと思ってる。全てが人生の糧になるとは言わんが、見識が広がることもある。親の見識が広くなければどこ行っても英雄で終わるとは思うけど。旅の内容密度にもよるが、考える家族が永遠に家族でいるとは限らないからよ。一生迷惑をかけるっていうのが意味不明だわう。30、激しく同意。ダブルダブル。一度きりの人生なのに学校にとらわれてどうすんの。1日でも多く家族と楽しく過ごすのがいいに決まってる。31、俺も子供が生まれて仕事辞めたは限られた人生、本気の子育ての楽しさと苦労を考えたら働いてなんていられねえって思ったから。迷惑はかかるよ。生徒が関わる学校運営に穴が開くわけだから誰かが埋めなきゃならない。それくらい想像できるでしょ。
33確かに同意生徒が関わる学校運営に穴が開くわけだから誰かが埋めなきゃならない。ちなみに大きなお世話だろうが運営に穴が開くってなんだよとか、これにいちいち説明を求めるやつは何を説明されても最初から納得するつもりがないやつか。そもそも申請バカで説明されてもさっぱり理解できないやつだから俺だったら無視しておく。33それが全体主義の押し付けなんだよ。生徒を無理やり炎天下に引っ張り出して学校運営に穴開けたのは誰よ。迷惑かけられた上に空いた学寮を埋めさせられるのは生徒本人だろが。46学校を休んで家族旅行はなしと意見を言っている。炎天下に引っ張り出して問題が起きたなら学校側の責任だわな。家族旅行で休んだ生徒が担っている役割、例えば掃除だったり委員会だったりを休んだ生徒の代わりに他の生徒に負担がいくのは迷惑と言っている。自分だったらふざけんなよと思う。75生徒に義務があるかのような勘違い思考。学校は生徒に義務を教える場ではあっても生徒に義務を押し付ける場ではない。75はいくつなの？あなた何歳？46生徒を無理やり炎天下に引っ張り出して学校運営に穴開けたのは誰よ。上からの流れと繋がらない意味不明な事例を唐突に持ち出して何なんだ。あと、日本語もう少し勉強しろなう。83日本語理解できなくて正論で反論もできないから論点そらして個人攻撃か情けないやつ。小学校なんか好きに休んで家族でディズニーランド行け。いろいろ事情があるんだろう。ちは自分ががんで入院する前に子供休ませて旅行行きたかったが体力なくなって一緒に映画を行ったわ。35成仏してください。学校を数日休んだところで何の問題もないだろ。好きに休めばよい。現代の学校って教師は勝手に個人授業で性教育してるしろくなこと教えないくせに学校も行政も責任負わない。だったら親の自己責任で休ませ社会勉強させる方がマシ。おこるのは自分の子供を旅行に連れて行けないからひがみ、旅行に行けない自分の子供がかわいそうだからとかかな。サービス業で平日しか休めない人もいるからな。小学生までならいいと思うよ。中学になるとさすがにいない。海外旅行に行っても行くのは観光領域だろ。そこにその国の真実はない。保育園の時、友達が保育園を休んだ。理由を聞いたら家族で動物園に行ったからだった。その時俺は動物園園に行くって保育園休んでよいのか。と衝撃を受けた。今思うとありだと思う。絵に描いたような幸せな家族だと思った。好きにすればいいよ。病気で休むも旅行で休むも休みには変わらない。最低出席日数と赤点取らないだけの学力さえあればいい。そういやな誰でもるんだ。事件は禁錮刑かずる。休みしておけばまるななかったのに。まあ、学用の不足を学校のせいにしないっていくつかけるなら。小学校なんか毎日行けるだろ。家族旅行はそうそう行けるわけじゃない。どっちが優先されるかバカでもわかるだろ。50そんな当たり前のことも理解できないバカイカだから人のせいにしたくて迷惑だとかなんだとか盛んに騒いでるってことなんよ。周囲の子供にどんな迷惑がかかるんだよ。周囲の子供は土日祝日ボンクレ正月親が休みで遊び歩いてるだろうに。ずるいという感情が何よりも優先されるアホ国民。54親と旅行に行けていいな。その羨む感情が妬みとなりずるいから迷惑とまで言い出す始末。ほんまアホに育てられた奴らは始末が悪い。義務教育に反してって家作文苦手でも成長できるといいな。昔は1日休んだら取り返すのに3日かかるとか意味のわからん理屈言うアホ教師おったわう。57日の遅れを1日で取り戻してアホ教師を驚かす生徒もいたな。個人的には好きにすればと思うけど義務教育だから学校に行かせるべきだと思う人多いかもね。学校を数日休んだくらいでどうにかなるアホならそもそも学校行かすだけ無駄。そもそもその理屈ならインフルエンザかかったやつは学業がおろそかになるな。59層なんだよな。そういう事情のある子供には別の教育機会を設ける義務も大人の側にはあるんだよな。何の問題もないから好きに休んでいい。そもそもサテライト塾みたいに授業なんて全部録画でいいんだよな。なんで全国一斉に同じことを別々でやるねん。義務教育って言葉知ってますか？62勘違いしているようだが義務教育って国に対する規制だぞ。子供が教育を受ける権利を行使しようとした時に国がそれを拒否することを禁止するための規定が義務教育。つまり対象がどんな子供であっても何らかの形で国が公教育の場を設けなければならないと規定している。79層いう国民にとって重要なことさえ学校では教えなくなってる。だから義務と権利、自由と責任を履き違えて迷惑だとかなんだとか人のせいにする勘違い親が増えてるのは間違いない。単位制にすればいいねん。中井金賞でも身についてなきゃ意味ないじゃん。家庭によってそれぞれ都合があるんだし平日学校休んで旅行行っても全然良いだろ。別に他人に迷惑かけるわけじゃないし旅行に行くのが分散すれば渋滞緩和にもなる。親が勝手に旅行に行けば親の義務の方が強くなるが、みんなそうしだしたら後に3日早く休むようになるだけだろ。学校の授業でいるものと家族旅行でいるものは全く別なのに比べられてもなしいて言うなら家族旅行の方が貴重だが。俺が小学生の時に歯医者の娘の同級生が学校休んで家族でハワイに行くって聞いてびっくりしたな。昭和40年代だ。何ヶ月も休んだら学業に影響も出るんだろうが1週間やそこらならどうにでもなるだろ。今時の教師様はそんな大層な授業やってるんかって話だわな。昭和の頃なんて小学生が集まるボークイズ番組が収録のために学校早しりぞきしないと参加できないとかあったぞ。どちらを選ぶにせよ自分の経験値になるんだし自分で好きに選びなさいよ。外野の意見は無視してもいいよ。彼らが責任取ってくれるわけじゃないからね。先生もスケジュール考えて教えているから迷惑はかかる。フォローしなきゃならんし娘がすぐ休んじゃって良い先生すぎて振り回してかなり気が引ける。74それは親のせいでも子供のせいでもない。親は教師に感謝の念を抱きながらも学校や周囲に遠慮しすぎて家庭生活に制約を加えたり我が子から成長の機会を奪ったりしないことの方が重要。児童教育に必要な時間的余裕を現場の教師から奪い取ってる行政にこそ大きな問題があるのだから。そもそも会社員が有給取るのも迷惑なんだが。76もうまるんどけよ。世の中の流れを理解できてないならよ。77化石はもうまるんどる。全然あり。誰にも迷惑かけない。学業も優れた環境の子供で学校に行く必要ないか。アホ出し行っても無駄だから行く必要がないのだろ。迷惑だとか何かといえば他者を当てにしたり押し付けたり他者のせいにしたりその理不尽な論法で個人の自由意志を束縛する。まるで戦争中の隣組みたいな化石思考だな。
ありに決まってんだろ。そんな那覇個人の自由。命がかわいそうだろ。好きにすればいいと思うが、そのせいで先生の負担がかからないならな。学校を無視して家族旅行なら、学校の方もそういう児童生徒が遅れた分を取り返すための協力はしなくてもいいよね。旅行ってもただの遊びちゃいます。韓国で娘に特別な修行と洗礼受けさせるんです。考える。全然問題ない。小学校の時、1ヶ月学校休んでヨーロッパに家族旅行に行った。周りも何も言わなかったし、一生の思い出になった。もちろん休んでいた間の勉強に追いつくために頑張る必要があったが、全く問題なかった。やりたいことはやれるうちにやらないと後悔する。特に子供が多感な時期に家族旅行できる期間は短いから。つかね、役所の公務員以外必ずしも土日休みじゃなくなってるからね。自民党ってのは確実に日本社会を崩壊させてきて、もう修復不可能まで来てる。韓国はおとなしく移民政策実行を始めた。日本もそれしかなくなった。義務教育ってのは全ては国家のため、簡単に言って兵士養成のための子供に対する国家の強制から始まったんだよ。家族旅行余ったれるんじゃねえ。期限は明治政府だ。子供のためにとか言ってる被告人は考えを少し改めろ。我が国、日本は税金を投入しておままごとをやっているわけではない。繰り返す、全部嘘だ。101そうか、全部嘘書いてたんか。何のためのカレンダーだって話だけど、自民党が全部ぶっ壊しちゃったんだから仕方ないんだよ。105自民党なんて何の関係もないよ。80年代に経済学者のアルビン・トフラーが予言提唱した通り、全世界の経済活動がこのまま成熟していけばサービス量が席巻して、コンピュータネットワークが地球上を平均化させる世界が来ただけの話だ。世界中の国家間の距離がゼロになり、カレンダーや昼夜なんて関係なく365日24時間稼働し続ける社会が来ただけの話。107関係あるよ。終身雇用壊し非正規大激増の一方で、公務員だけは終身雇用カレンダー保守なんだから。微妙な話だわ。何も教育の義務は保護者が負ってるわけで、その責任を負ってる親が教育の義務を放棄して子供を教育の場から引き離したら法律違反と言われてどう反論できるのか。ユタボン問題の時に散々議論され尽くして結論が出なかったが、ユタボン本人が学校には行くべきって回答を示した事実から目をそらしちゃいけない。遅れを取り戻せる頭があればよい。あとは変な欠席つけると内申点下がるから、それを踏まえてって感じだな。109今の教師事なかれで内申点なんかいじらないよ。一人欠席したらリスクマイナス1で安心についたちが終わる。中学校の頃ほとんど学校に来なかったやつが地元では一番優秀な高校に入った。学校の意味ってなんだろうなって思えたよ。まあいずれ人生の責任は自分が取ることになる。普通にあり。2泊3日で温泉旅行くらいならともかく1週間休ませて海外旅行とかになると、公立学校では妬みの対象になるからじゃね。まあ私立なら特に問題ないと思うけど。 GW に一斉に旅行するより分散した方がいい。子供小さいうちは学校休ませて遊びに行くのは勉強遅れるとか考えてたけど違うわ。学校の授業レベル低いから休んでも全く問題ない。むしろ学校の勉強のみでまともに進学できんくらいひどい。119勉強だけの問題じゃないけどな。運動会の練習とか発表会の練習など期間が重なればついていけなくなる。もともと学校はみんなでそういう行事をやるところだし。125、1日2日練習や授業休んだらついていけなくなるんなら、風邪で休んでもついていけなくなるな。子供の年齢にもよるんだろうけど、学校側が推奨してたよ。今は違うの？なるほど。修学旅行も禁止で、学業がおろそかになる。休むのは問題ないが、わざわざ家族旅行とは言わないでいいんじゃね？学校には伝える理由は自己決だけでいい。学業優秀で仕事で失敗するやつってプライドズタボロで悲惨だよな。できるやつは学校行かなくても勉強してる。好きにせいや他人の顔色を伺うなよ。そういうやつはなんだかんだ言って休む。結局学校とか行かなくてもいいとなるんだろうな。自分の子供は休ませないが、他人の子が休んで勉強ついていけなかろうが、イベントで取り残されてようがどうでもよい。担任教師内申書にはちゃんと記載させてもらいますよ。え？130詰まるところはこれよな。出席欠席日数に対する面積があるかどうかが一番のポイントでさ。余裕であり文句言ってるやつって全てに余裕のないカスでしょ。131それな。自分の思い通りにならないと全部クレームつけてる頭だと思うよ。貧乏人のひがみにしか聞こえないんだけど。そういう家族旅行ができる人材なら1週間ぐらい休んでも余裕だろ。平日の方が動物園も遊園地も空いてるし、地方に限る平気で学校サボらせてるけどな。へえ、ラーケーションって言うんだ。有給って呼んだ方がわかりやすいんだけどな。休んだ日の授業の内容がテストに出て点取れなかったとかクレーム来そう。あり。大抵の子供は学校なんか行きたがっていないから、周囲に好き勝手に休む友達が何人もいたら仕方なく我慢して通学してる。心が折れてしまって不登校になるやつも増えるという悪影響はあるだろうな。登校拒否はありだよ。ずっと親の言うことを聞いてそれを社会人手前までやってると、後で遅れた恨みや後悔が親に向かうから。家族で海外に行くんだよな。またこの話題、家庭ごとに親の仕事や体調や事情があるんだから言っていいと思うんだよ。ただ行けない子からしたら不公平感のあるのはわかるし、親に愚痴が行くんだろ。学校は集団生活の場、それを利用する社会や、それに合わせようとする声が大きすぎる。この12年間をうまく過ごせるよう気遣ってあげてほしい。全く登校しないのも社会で生きづらくなることの理解を促しながら、たった数日くらい自由を認められるようになろう。どこでも学びになるのだから。小学校教師が JS を自宅の廊下で繰り返し犯した事件があったからな。そんな奴が先生やってる学校に行く方が有害ではないかね。分散で休むのはいいことだよ。敵に対面一方通行の階段あるじゃん。下りが混んでてなかなか進まない時にガラガラの上がりを逆走する奴らいるじゃん。学校休むのってそれと考え方は同じだよな。自分のことしか考えていない。146わからん危険行為は迷惑だけど、学校を休んで他の生徒に危害を与えるなんてないよ。148些細なことだけど、なんとか当番の調整とか明らか周りに迷惑かかるよな。正直者がバカを見る。休むことも逆走も。なんでよその家のことに口出ししたがるんやろか。放っておけばええやんけかを。
他人事に首突っ込みたがる人は虫でいい。そんな奴の相手する時間を子供に使った方が有意義。親が不動産屋さんなサザエさんの花沢さん問題だよな。昔から平日休みで土日こそ忙しい仕事なんて山のようにあるのに、なんで今更こんなことが問題になるんだろう。アホな質問やの。じゃあヤンキーの早退休みもセーフやの。頻度によるが、あり無条件でありにしたら勘違いもんぺが好き勝手するからね。家業手伝いや年数日の家族行事なら休めばよい。親がいいと思うなら休ませてもいいと思う。数日休んだところで大して影響ないだろ。ラーケーション、こんな白人言葉を撒き散らすのはやめろ。子供の頃学校休んで親父と釣りに行ったんだよ。学校には母親が風邪ひいて休みますって言ってな。次の日登校したら担任にめっちゃ日焼けしとるなって言われて笑われたわ。すごい不思議。家族のイベントの方が学校より大事じゃん。156矢印、お前ら学校サボってばっかだとこういう思考になるから気をつけろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが、今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。